こんにちは、北野アリオナですあ。最近は考えることが多くて、なかなか動画を更新できなかったです。うん、家族とか友人とかと連絡を取っていて、うん、そちらを優先してました。はい、お久しぶりです。で、最近はいろいろと大きな動きがあり、まあ視聴者の方でも動員のことなどを心配してくださる方が多かったので、 で今回はその件も含めてあお話ししたいと思いますまずこう動員についてですが皆さんもご存知の通りロシアでは部分動員が発表され一般の国民が戦地に怒られています発表があったのは9月21日ですね、まあ、これに関して私の身の回りでどのようなことが起こっていたかというと 私の出身地サハリン州コルサコフという小さな町なのですがそこからは発表の次の日の朝には60人ほど戦地に送られたようですね。で今でも継続してあの霊場は送られているようです。それは情勢でも医療関係の人にも霊場が届きます。 で私の友人や友達でも令状が届いた人はいますね実際に動員の対象となっている人や令状が届いた人がどのような反応をしているかというといろいろですこのような状態でも賛成している人もいます ドインには反対してる人は多いと思いますが、まあ、私の地元は島なので、まあ、海外に逃げることができないんですね。陸の道はないので、まあ、海外に出ることができません。こう見つからないように身を隠すか、まあ、刑務所に行くか、戦地に行くかのま選択肢が与えられています。 ロシアの刑務所は、まあ、刑務所内での虐待などが社会問題になってます内部告発などもあったため、まあ、一般の人もどんなところかしているので、うんまあ、刑務所に入る選択をする人は少ないと思います、まあ、ロシア人は動員された場合どのような扱いをされるか 知らない人が多いんじゃないかと思っている人もいると思いますがそもそもん動員された人が戦地でどのような扱いを受けているかは、まあ、ロシア人自身がテレグラムなどの SNS を通じて発信しているのでロシア人にも伝わってます。日本ででなどで拡散されている情報は ロシアでも見ることができるのでさすがにまあ楽観的に見ている人はほとんどいないと思います私が連絡を取った人の多くは恐怖を感じています日本でもあ少しニュースになってましたが動員された人で自殺を選ぶ人も出てますで、その中の一人がこう自殺をする前に動画をアップしていたのですがうん。 これは人を殺す選択肢は取れないと言っていました。まあ、そういう状況ですね。まあ、ロシア全体で見るとまあ、海外に逃げることができる人は経済的にまあ、裕福な人が多いと思います。もしくは海外でも生活ができる技術や能力がある人ですね。 まあ、ロシアは経済の格差がまあ非常に大きいので実際にニュースなどで報道があった国外に逃げてる人は通常より裕福かもしくはまあ海外にあ親戚のいる人が多いと思います。でどのぐらいの経済格差があるかっていうと都市部と 地方では平均年収では4倍ほどの差があります、うん、まあ、平均的な家庭の人は生活以上の余裕がないので海外へ逃げることはできないと思います今まで戦争を支持していた人も海外に逃げていたようですね Z マークをつけて、まあ、他国へ入ろうとしてた人もいましたもう私は本当に意味が分かりませんでした、まあ、またいつもと同じように迷惑をかけるのだと思います、まあ、悲しいですがあこのような人も少なくないようです私は個人的にできるだけ国外に逃げてほしいと願ってます結果的に ウクライナの人たちを殺さないと思うからですただこれを見るときはもうすごく違和感がありました、まあ、私の家族や親戚に関してですが父はモールドーバ出身なので、まあ、父の親戚はロシアにほとんどいないですねあ、一人だけ親戚がロシアに住んでるようですねで、母の親戚は 今はもう女性しかいないんですね医療に関係のない人ですなので、まあ、親戚は動員されている人はいません私の両親はロシアに住んでいますで今のところ令状が届いていませんで父は今回の動員の対象ではないのですがこれ冷静に考えると意味はありません、まあ、皆さんもよく知っていると思いますが ロシアにはルールや決まり約束があったとしてもそれは言葉だけです。守るるためにあるわけでではないようです。他国に対してそうだしそれは自分の国の国民に対してもそうです。そもそも動員自体も国民に対して直前まで動員しないと言いましたからね。 法律や約束は意味ないと感じていますもうこのような事実から考えると令状が届く可能性はあると理解しています私の周りだとこのような状況ですね苦しくて悲しいのはこの状況は自分たち自身が作っているということですねこれは理解しています この世の中にもかかわらず心配してくれた方心からありがとうございます。それではまたねパカパカー。